動フォーム専用設計、世界一静かなキャリーケース、傷がつきにくいボディ、釣りヘッドも大丈夫、自宅で交換可能、電動フォーム専用キャリー、はやぶさ好評発売中。はい、さあ試合は10勝戦に入りました。社会人が望月選手、そして一方で学生が門田選手です。さあ望月選手は現在福岡県警察ですね、29歳、門田選手は早稲田大学ですね。門田選手は早稲田大学の2年生現在20歳です。山山さん、でも日頃この学生とか社会人というのはこの試合時間3分というのはどうなんですか？そうですね、企業の大会ではあるような、はい、私も、ちょっと詳しくはないんですけども、はい、学生の試合は3分は、まあ、コロナ禍の時はですね、はい、東西対抗試合なんかも3分でっていうようなあったかと思うんですけども、やっぱりちょっと短いですよね。でもこの中でどう勝負するかも、はいはいはい、一つ面白いところ。確かにそうですね、はい、当然3分となるとやっぱり短いですし、先に1本取りたいですよね。そうですね、その、まあ、時間、まあ、通常ですね、はい、延長延長ってこう重ねていくとやっぱ最終的にはそうなるとこう実力のある方が勝つ傾向にもあると思うんですけど、うん、この3分となるとですね、はい、そこら辺の、ところ相手を読み切る時間がですね、うん、短いので、またここも勝負のね、面白いところ、はい、なるほど、相手がどういう剣道をするか掴むのもやはり対応しますもんね。そうですね、そうですね、だいたいやっぱり打たれる方としてはだいたいパターンが見えてくるというか、打つ方がで、はい、あの勝つ方がですね、だいたい相手のパターンをこう読んでいって、うん、まあ、時間がかかればかかるほどそこを最終的にはこう一本に捉えていくというパターンになるんですけども、まあ、3分ですもんね、はい、その読みをやっぱり早めに やって勝負かけないと、うん、はいはい、そういうこともあってお互いやっぱり積極的な剣道になっているということにもつながっているんでしょうかね。そうですね、先月ですかね、先々月あの7段選手権、はい、審判させていただいたんですけども、やっぱりこう私も 4,5 年こう審判やっていくとですね、大体皆さんこう戦い方が分かってくるというか、うん、その決められた時間の中でどうやって勝負しようか、だからこれも第2回なんで、はい、これも第2回第3回となっていくと、この試合展開もこの3分の、はい、戦い方もですね、なんかこう、あ、こういう風な形がいいのかなっていうの見えてくるのかなっていうような、はいはいはい、気がしてしまって、なるほど、はい、さあ近場に入っています。おお、これはどうだ、やっぱり低め、強化さん惜しかったですね今ね。これまとめ、おっと、スランカまた3本上がりました。さあ見事な技が決まっていて2本目です。あ、1本勝負で失礼いたしました。さあ団体戦、まず最初に勝利をつかんだのが社会人チームということになります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。望月選手は、まあ、今回初出場になるんですかね、はい、この大会に関してはどういうイメージがなんかありましたか？そうですね、社会人対学生ということで、はい、なんかこう今までにないなかなか見れない大会なのかなと、はいはい、自分も YouTube を見て、はい、そう思ってました、はいはい、どんな気持ちがありました？楽しそうだなと期待がありました。そうですね、はい、はい、まあ、実際、参加してみて、まあ、今団体戦終えましたけど、どうですか、どんな大会でしょうか？思ったより緊張して、はい、まあ、ちょっと負けられないなってところがあったんで、はいはい、まあ、チームとしてはですね、はい、社会人チームの貴重な先制勝利上げたかと思いますが、はい、いかがでしたか、対戦してみて。チームのとにかく流れを、うん、はい、持ってこれたのかなと、うん、
思います、はいはい。対戦相手、学生さん、天然選手、はい、ご存知ではありましたか。はい、もちろん知ってます、はい。どんな印象がありますか。とにかく手数が多くて、こうググッと中に入ってくる選手だったので、はい、どうさばこうかなと、はい、考えてました、はい。1本決めた技ですね、はい。振り返ってみていただいて、どんな場面だったかなと教えてください。自分もとにかく手数を出すタイプの選手なんで、こう流れというかこう一本一本こう力強く打てたのかなと思います、はい。次はですね、個人戦が残ってますが、はい、ちょっと意気込みというかお聞かせください、はい。優勝目指して頑張ります。ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、中央の大会に関しては本田さん今回初出場ですかね、はい。前回大会の情報なんてのはどこからご覧になってましたか。もちろんあの YouTube の方で、はい、全試合見てました、うん。はい。どんな大会というイメージですか。そうですね、学生と社会人がこう一堂に会してこうすごく熱い試合というか、こうもうどちらの、まあ、大学生社会人のプライドをかけた戦い、とても楽しそうだなと思って見てました、はい。ご自身が出るにあたってはどういうふうに戦おうかな、何か決めてたことありますか。そうですね、基本的に社会人のあの実業団の選手とはやらせていただく機会が多いんですけど、やっぱり警察の選手の人とやっぱりやる機会がほぼないので、はい、本当たもう自分のやってきたことをこうどれだけ通用するかぶつけようと、はい、思ってました。まあ、その警察の選手、望月選手と対戦しましたが、はい、望月選手、どんなイメージをお持ちでしたかね。そうですね、もちろんあの高校時代、大学時代も活躍されているのをもちろん、見てたりとか雑誌でも見てましたし、はい、もう強い選手だというのは、はい、もちろん分かってました。どんな風に戦おうとかなんかプランありましたか。そうです、とにかくもう3分っていう時間なので、しかも一本勝負なので、もう、まあ、負けてもいいというか、まあ、本当胸を借りるつもりでガツガツいこうと、はい、思ってました。打たれたところ、ご自身で振り返るとどんな場面だったですかね。そうですね、やっぱ足が止まったところですかね。やっぱり望月選手がこうガーって攻めてこられた時にこう足が止まってしまって、そこを打たれたなと、はい、思います。この後は個人戦がありますが、はい、そこに向けての意気込みというのを聞かせてください。そうですね、去年優勝 の池田龍之介選手とやらせていただくので、はい、どうにかして1本取ろうと、どうにかして1本取ろうと思ってます、はい。ありがとうございます、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございました。